あなたの一歩が少しずつスキップに変わるとき、ほんの少しだけ自信がついて自分が好きになるレシピを3分でゆったりと紹介しています。今日のテーマは、一日の終わりがすっきりするトゥードゥーリストのレシピ。今日も何もできなかったな、そう思う日ってありませんか？私は毎朝行うある習慣を作ってから、こうした日が格段に少なくなって、すっきり一日を終えられるようになったので、今日はシンプルだけど毎日を整理してくれる私のトゥードゥーリストの作り方をご紹介します。誰かのお守りになったら嬉しいです。私は朝起きたら、まずパソコンの電子メモを開いて、無心で浮かんでくる言葉をぐちゃぐちゃの文章のまま全て書き出します。それを最後に必要な項目だけピックアップしてきて、トゥードゥーリストにしています。人によっては紙に書く方がやりやすいかもしれませんが、私にとって瞑想のような時間になってくれているので、頭が朝からすっきりして一日を過ごせています。これをすることで、頭に巡っている不明確なモヤモヤや、覚えていないといけないストレスを吐き出せて、一旦視覚化することができるので、詳しくお伝えします。まず、頭に浮かぶモヤモヤをそのまま書き出します。ああ、まだ眠いな。あれを調べなきゃな。など、まるで独り言を言うようにそのまま書いていきます。頭に浮かぶ中で、これが済んだら、今日一日がすっきりしそうな項目を箇条書きにしてみましょう。そして優先度の高いものから番号を振って優先順位をつけて並べ替えます。次にそれを今日やることと明日以降に悩めばいいことを分けると、今日やることを明確に絞り出すことができます。これをするだけで、不要なものまで入れ込んでいた重たいカバンを下ろして、今日必要なものだけを取り出せるので、一日を身軽な気持ちで過ごせるようになります。あなたはできたことをカウントしていますか？本当はできたことも忘れているだけかもしれません。今日一番よくできたことは、今日一日、健康で生きられた。本当はそれだけでとってもよくできましたって、自分に花丸をつけてあげたいと思います。ブログではもっと詳しく紹介しているので、ぜひ試してみてください。できた項目にチェックを入れていくと、一日を終えるとき、できたことを見て自分によしよししてあげることができます。この時間があなたにとって何かのバトンになれたら嬉しいです。それではまた。